ようございます。キョンシーさん、チャコキチさん、ヨスケさん、ありがとう。おはよう。バンジャラモンスターです。ジャンブースですバンジャラモンスターさん、クマノスケさん、デブニアさん、ありがとう。石剣マシンさん、ナオヤさん、僕ドイヤさん、内緒だよさん、大好き上島のカズさん、ユキさん、ありがとう。天気いい気がする。暗い。ありがとうございます。ダダダダムダさん、ありがとう。設定なんですかね。AirPods 持ってる？持ってるけどどっか行っちゃった。ちょっと今なくしてる時期で。デブニアさん、スランプくんさん、キコリさん、ヒラタクさん、アマグリクリちゃんさん、ありがとう。ん？カーテン開けたことあります？見えるかもしれんじゃん。だってキヨさん、ありがとう。の謎解きイベント楽しみ。お、どなたがいらっしゃるんだろう。私のペア、ペアじゃないけど私と回る方。キヨさん、アモジさん、ありがとう。キョンシーさん、ありがとう。眠そうじゃなくてね、ちょっと喉が痛くてこんな声です。でももう前の携帯もさ、アップデートしてたのにさ、大丈夫だったのに。おはよう。うん、プレミアノブシの T ショーって T シャツかと思ってたけど、 T ショーって何でしたっけ。 S ショーが T シャツ。はいよ。設定はほぼ時間かかってない。しつこいってきますなら、いってらっしゃい。楽しんで。ケースとかこだわる派ですか？ケース大好き。無印の靴下がとてもいいって聞いたんですが、ご存知かしら。うん、知らなかった。リサイサートさん、ありがとう。前の iPhone もあります、ここに。間違えそう。
くまさん、お誕生日おめでとうございます。よいしょ。たくまさん、おめでとう、おめでとうございます。いえいえ、画質いい？画質いいんだ。はや。今日の顔やんと。まだ全然さ。まだ全然12とかのさケース出てないじゃないですか。なんか普通にもそうだし、ブランド系でもそうだし、だから早く出てほしい。なんでこんな遠いんですかね。ブランド系、なんかケイトスペードの iPhone ケースとかさ。またちゃん、なんか勝手に広角になったんですよね、これ。だったら治るんかわからん。ミドルケイさん、ありがとう。発売日と同時じゃないのね。ね、どうなんだろう。あるんかな。ダルケイさん、ありがとう。ドンとかシャネルのアイケース持ってない、持ってないっす。遠くなった。ザラのケースが似合いそう。ほんと？ザラってケースあるの？カメラの設定で選べたりしない？わかんない。全然わかんないんですよね、まだ。 iPhone に名前をつけましょう。ね、ボタンなしはあんまり慣れてないけど、ココの携帯とか触ってたことあるからさ。それでもミシェルボイスさん、ありがとう。それでちょっとだけあ私は iPhone12のプロのなんだったっけ、かっこいい名前のやつなんだっけ、グラフィックみたいな、グラファイト、グラファイトにしましたので、悩んでらっしゃる方ぜひが入った黒のやつ。黒だけど黒の中でも真っ黒じゃないみたいな。そう、お店でさっと買えた。ツイッターにあげて自慢して。それ。いやいや、よ
容量は200何本のやつです。512と迷ったんですけど、こっちにした。2個買ったの。発売初日に買ったん。うん、まだ初自撮りはまだまだ。本当はねゴールドと迷って、ゴールドにしようって思ったけどゴールドなくて、まあでもなんでもいいかって思って。色楽しみすぎる。送るぜ。今日の朝メールで送るよ。じゃあ初めての自撮り、ね、でも初めての自撮りはちょっとメイクして服もちゃんとしてから送りたいよね。ポートレートない？ミニも可愛かった。いや、まだまだ写真一個も撮ってない。はいよ。おはようメールは前の写真でちゃんと初自撮りって言って送ろう。じゃおはようね。金持ちだね。でも分割でやってるからワイヤレス充電もね、もう8だからね、もともとちょっと使ってた。そう。新品ノートの1ページ目めっちゃ綺麗に書くみたいなやつ。それ、私その人だった。ゆきさんありがとう。未だに6で頑張ってる俺って。でも毎日さメール送るってなったらさ、その分写真いっぱい撮っててさ、まあ消せばいい話ですけど、もう携帯写真アプリで撮るたびに固まるたりしてたから、メールの写真って何枚から厳選してるんですか？厳選しない人。あ、メール送らなきゃ。あ、写真ない。写真撮らなきゃ。よしってやったり、まあ衣装とか着てたら何枚か撮って、まあその中から選んだりはするけど、これ送った送ってないってどう管理してるんですか？頭管理だからよく忘れちゃう。ごめんなさい。はいよ。たまに昔のも送る。でももう昔の気軽に送れなくなっちゃった。
日目って言ってた順でそんなに違うの？わかんない、どうですかね。広角とかがかける2、かける1、かける 0.5 みたいないっぱいあった。太郎さんありがとう。すごいよね。これからちょっと楽しみです。11からが強くなってる。あ、そうなんだ。そう、ね、でもイヤホンしてなかったら音がダメだって聞こえないって。イヤホン必須だってなりますね。5G 体感してない。まだ12に機種変するとは話し替えのアプリが不安。確かに。ナオヤさん、キョンシーさんありがとう。私は用意されたやつでやってるから、自分の携帯じゃないからあれだけどですね。でも今まで全画面じゃなかったからさ、ボタンがある携帯だったからさ、全画面になんか感動してる。端っこに、端っこのこうさ、ここにカメラがあるけどさ、こことここにも映るじゃん。カメラここで、こことここ、あそこに時間となんかバッテリーとか映ったりすると広ってなる。っていうか携帯自体も大きくなったからさ、広ってなる。そうそうそう、もうね、私はね、全画面にしてね、第五人格をね、早くやりたいって思ってたんですよ。絶対すごい、これでやるの。だってこれでやってたんですよ。なんか、画面の大きさ違いすぎて。すごそう。まだね、あの早い充電のやつはまだしてない。そう、あの線が変わったやつでもゲットはしました。磁石の充電はまだやってないね。iPhone ケースにも iFace のね、 iFace のこれの、これ灰色なんですけど、これの12バージョンのなんか茶色何したいんだろうをつけてる。なんか iFace が結局安心でしょってなって。フェルーサさんありがとう。新しいスマホ買った時のフィルム貼りが苦手ね。私はやってもらったお店で。イケリカが第五人格やってるみたいよ。友達ですよ。今まで一緒にやったことはないけど、なんかイケリカが前やってたみたいだったけど、なんかブランクがあるからちょっと
まだ一緒にはできませんって。でもなんかさ、今までさ、携帯変えてさ、よくゲームするからさ、滑りがいいやつにしてたんですよ、フィルムを。サラサラで、なんかゲームに最適みたいな。でもなんか結局じゃない、せっかく保護ガラス、保護ガラスのそのスルスルスリスリバージョン、そう、でもそれもあったんですけど、なんか12にしたならなんか綺麗そうだから、そのスルスルにするのはもったいないなって思って、そう、ちゃんと、スルスルにするとちょっとその分画質がさ荒くなるというか、画面の画像がね、画面の画質はいいのに、このスルスルフィルムを通してみるからちょっと荒くなったりするんですよ。指通りというか、なんていうの、指の滑りがいいやつ。そう。だからあるじゃん、ガラスフィルムってさ、指通りがいいとか指紋がつきにくいとかさ、なんか割れにくいとか、高画質みたいな、それの高画質にしてみたんですよ。ちょっと今回はね、いつもは指の滑りをいいやつにしてたけど、だから良いですね。高画質、ゲームする人はスルスルいるよね。ブルーライトカット、ブルーライトカットはついてるくない、でも結構4倍画面が割れがたい、ほんとすごいね。こんな感じでした。なんか、かりんさんの質感楽しんでください。なんか本当に毛穴まで見えるの今までの携帯に入ってた感じのアプリのさ場所とかと今全然違うからさ、それをちょっと直さなきゃなって思ってます。12プロ、そうよ、ほーぽんさんありがとう。そう、あれどこだっけどこだっけみたいなね。
しようと思います。ね、iOS 更新したら自動的にアプリの位置変わってた。そんなことある？増えたりはするけどね、なんかアップル側がなんか増やすやつとか。増えたやつ基本使わないからまとめるか消すかしちゃう。そうだよね。私紺じゃなくて黒ですよ。呪文着たい、あ、着たいじゃない、呪文消したいんだけどさ、一回さ、いやこれ使わんやろって思って電卓を消したんですよ。そしたらその後からちょっとね、電卓がね、なんか意外とよく使ってからね、あ、消すんじゃなかったってなった。受験なんか決していいものなんかいけんものなんかわからない、ね、電卓。ご飯屋さんで食べに行った時になんかお会計は一括でお願いしますみたいな、例えばメンバー8人でカラオケ行って会計は一括で、一括でというか一人がやってってなって、まあ、その値段かける人数、値段割る人数でそうそうやるときとか、そうって最初からあるのは消さない方がいいよ。やっぱそうよね。ゴミ箱フォルダーなんてあるの？ここに。フォートナイトメアやった？やった。自分でゴミ箱ってつけたフォルダー。あ、そういうことね。アップを取り除くがいいや、すぐ戻せるから。もうさ、なんか使うやつだけアプリ表示されればいいのに。なんかさ、なんかさ、アプリのさ見た目変えれるやつあるじゃん。あれちょっとやりたいけどちょっとめんどくさいよね。フォートナイトメアでびっくりしたよ。閉じました。おしゃれにできるやつあるじゃん。でもあれやりたいんじゃないか。カレンダーをでっかくさ、なんかホーム画面にさ表示するやつ、あれやりたい。あれめっちゃやりたいんですよね。そう、ウィジェット。ウィジェット。ね。どうやるの？なんかね、私も調べたんですけど、よくわかんないというか、めっちゃめんどくさそうだった。うん。最近の iPhone そんななってんのか。 iPhone じゃないの？ iOS アップデートしてからですけどね。ピンクに合う？本当？意外と？ピンク
ていうかあんま着ないか。確かに。それでは、フォエー壇上を読みたいと思います。13位、ソリオさん。12位、マサジさん。11位、キルスさん。10位、シティリバーさん。9位、ゾニゾニさん。8位、ペルーサさん。7位、マサさん。6位、ダダダダムロさん。5位、マモルンさん。4位、キョンシーさん。3位、セリアさん。2位、アモズさん。そして1位は、ドゥルルルンチちゃん。ユキさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位は、ドゥルルルンチちゃん。りょうすけさん。ありがとう。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう、ロバイチョ。間違えた。これ夜。今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト、ある方は頑張っていきましょう。今日も一日バイトラブ、せーの。エリ、おー。それでは、またね。メール送りますね。バイバーイ。